今日は収録のリハーサルして、その後に TNC さんに行って、で今からアコの卒業公演を見ようと思って劇場に来ました。TNC さんの1階にある、テレ西の1階にあるし、なんて読むんだろう、あれはなんか中華料理屋さんがあって、そこの四川牛肉麺を食べました。美味しかった。ミラーボールが回っています。ブティッシュの入ってるんだけど、ちょっと難しい、安定してないです。そこ美味しいよね。私初めて行った TNC さん、そう、大名、大ターミン、ターミンって読む、なんて読むのかちょっとわかんないですけど、行ってきたの。美味しかった、めっちゃ辛かった。四川牛肉麺を食べたんですけど、牛肉麺と書いて牛肉麺食べたんだけど、めっちゃ美味しかったし、めっちゃ辛くて、帰り道にヨーグルトを飲みながら帰りました。お話し会追加で帰るようになってる。お、どこかお会いできるところが増えたかな。それか多分キャンセルが出たのか追加されたのかちょっとわかんないけど、買い増しできなかったって人もね、いたので。今始まっとんかな、なんか長すぎてさわかんないよね、いつ受け付けてるのか。めっちゃ辛かったと。最近辛いの得意な方はどうぞ。スーラータンとか酸っぱい系もねありました。この定食もね食べてみたいなと思った。中華料理いいですね。なんか顔がさ、いつもと違くない？そんなことはない。15分ぐらいお話ししたら、なこの公演がね始まるので見に行こうと思います。支払いキャンセルっていうか、普通に多分払い忘れちゃった人とかじゃない？だからなんか申し込みできなかったっていう人とかがね来れたらいいなって思ってるんだ。この最近自炊してますかってよく聞かれるんだけど、この前鍋をね作って食べました。美味しかったな。あと生春巻きもした。昨日さ
配信でサラダ食べたんですけど、ライスペーパーあるから、あとシーフードがちょこっとだけあったんだよね。だから生春巻き配信した後ちょっと食べてさ、美味しかった。もちもちしててるよね生春巻きは言うてサラダにさ入れてたレタスと、レタス、海苔、あとエビとかがあったじゃん、なんかエビとかアサリとかがのシーフード系と、あと貝割れと、あとツナ缶もなんかあったので、ツナと、そんな感じで食べた。チリソースとマヨネーズで。チリソースがあったらね、結局ね何でも美味しいのよって思った。揚げ物はまだねしたことないんだよね。でもなんか揚げ物って結構さ外で食べることあるじゃないですか。お弁当とかにフライとかいろいろ入ってたりとか。だから家でもしなくてもいいかと思ったりもしたりして。レンジがね来たら、レンジで唐揚げ作れるから、それするのもありやなとか思ったりして。っていう感じです。そう、レンジの唐揚げはもう簡単やし、粉振ってチンするだけなんでいいと思います。冷凍のブロッコリー買ったことない。冷凍のねほうれん草はこの前買ったんだ、もうなくなっちゃったけど。冷凍のブロッコリー、ブロッコリー食べてないな最近。そういえばアヒージョの時ぐらいしか食べなさそう。冷凍小籠包？てかライスペーパーあるけんさ、なんか美味しいライスペーパーのレシピ調べて。本当にね最高なんです。めっちゃ硬いかと言って、でもこの机だと思うんだよね。これでしょ？炊飯器、確かに炊飯器お米炊く以外に使ってないからありですね。あと9分ぐらいしたら、なこの公園見に行く。炊き込みご飯。なるほどね。炊き込みご飯って、炊き込みご飯の素とかでしたら簡単にできんのかな。なんかさすがにごぼうをさ、こうすってさ、とかちょっと大変そうだな。マーラーカオってなんだ？美味しそう。マーラーカオ食べようってなるときはまだ正直ないけど、美味しそう。無印の美味しい、いいね。劇場版の受付始まった。なんか
会える日が増えたかな。うん、炊き込みご飯の素がいいですね。炊飯器のチーズケーキめっちゃ美味しかったんだよね。バレンタイン近辺に作った気がする。マラカオは中華蒸しパンです。いや、私こんぐらいのしか見てないんだけど、食べたことないんだけど。え、炊飯器ってめっちゃグリとグラみたいになるくない？めっちゃ美味しそうやん。やりたい。あとはトルティーヤをも、あの、今度作ろうって思ってて、トルティーヤはトルティーヤだよね、あの薄いやつ。トルティーヤはなんか結構小麦粉と油だけでさ、すぐできるっぽかったのでありやなって思った。そういうのはやっぱね、出来たてが美味しそうだから。そうだから、なんか米あんまり食べてないかも。この前炊いた分があるのでどうしようかなって思ってるんだけど、多分いつかの雑炊になりそう。え、だってマーラークはさ、え、パンパンに作るってこと？大きいのができるってこと？あの干しぶどうのっとうやつよ。めっちゃ好きやったな、ちっちゃい頃食べてた。炊飯器は3号炊き？多分、いや、5号炊きかな。5号炊きだと思う。いつも2号ぐらいで炊いて、2号か1号かで炊いてるんだけど。海外旅行行きたいな。コンビニでよく買う。まだあるんやね、マラカオって。ちっちゃい時から食べてた。どこに行きたいの？台北と、あとベトナムも行ってみたいですね。タイとかね。修学旅行がシンガポールでさ、めっちゃ楽しかったんだ。トルティーヤ、生地にコンパドの粉末混ぜると風味が出る。トウモロコシでさ、やってるタイプの生地もあるよね。生地と小麦粉のやつで、どっちがいいですかって聞かれるお店があったりしますね。パンも焼いてみたいんだけどさ、さすがになんかイーストとかいるんかなって思ったら。トルティーヤはマジでフライパンがあればね、できますから、すぐ。いいよね。クレープもできるね。お花見したいんだよね。お花見したくてさ、トルティーヤとかだったら割とさ、簡単っていうか手軽じゃない？お花見したいんだけどさ、まあ、サンドイッチとかがいいのかな。タコスいいですね。みんな赤やが、なんかピンクすぎたからさ、黄色入れたんだ。おしゃべり会の付け付けまた始まったみたい。どんな感じですか？まあ、買いたい人が買えるなら良かったです。本当に買いたい人が買えるのかな。イーストの端のパンレシピもある。でもあれでしょ、オーブンいるよね、きっと。だからオーブンかレンジが来たらありです。簡単にできるのあったらなんか教えて。お花見はね、何がいいんだろうね。お弁
弁当とか作るの。お、80日やって。おにぎらず、おにぎらずってなんか流行ったよね。おにぎらずってどういうこと？なんか切るやつだよね。おにぎらずのさ、あ、こう乗せて、四角のままこう乗せて、折って折って切るみたいなやつ。私チャーハン作ったことないかも。オムライスとかでね、生地に、生地？ご飯に。楽しみだなぁ、目撃者。目撃者公演ってどんな感じなんだろう。なんかここ店、私たちはここにだって天使はいる公演をやってるんだけど、なんだ、そっちは結構可愛い系で、目撃者公演は結構暗くて表現しますって感じの公演っぽいので楽しみです。最初みんな寝てます。じゃあそろそろ公演始まっちゃうのでランキングを読みますね。13位から、サモハンピ、リュウガ、きなこかまぼこ、いた、しみちゃん、はなはな、かん、おーつー、オッケー。あ、なんか変わったかも。きん、しみちゃん、はなはな、かん、おーつー、がんりゅうじまお、ふふん隊長、上流のかずしげ、すすくに、のぶ、チェケ、ゆいか、りゅうが、べさすりがりゅうが、りゅうが、ありがとう。2位が小幡郎支店長、そして1位が、お、ドラッピー、ありがとうございます。太郎さん、ミラーボールありがとうございます。ではでは、明日からね、本格的に横浜のパシフィコ横浜のリハも始まりますので、練習していいパフォーマンスできるように頑張ります。ではでは、またね、バイバーイ。